藤井さんと一緒にですね、この日の記者会見で、活躍されるカザフさんが来ておられますので、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。いやファンジャーナリストの高橋清隆と申します。今、藤井さんの、そばで、先に大臣に絡んでいます。私、旧新潟さん出身でありますけど、初めて見た政治家が田中角栄でした。今ね、角さんが今の現状、今の自民党にいたら、なんて思うんでしょうね、皆さん。そうだ。で、今ね、今日は、いつもはマスメディア批判をしているんですけれども、今日はストレートに国会議員を批判しようと思います。今、ここに立っているのは、国際カルトの偽装で作詞機関です。で、あなた方がね、今やってる仕事っていうのは、国際カルトのアジェンダ推進を円滑にするために、メクラ板をしている。によって我々の税金で生きている人たちじゃないですか。でも2020年12月2日に可決、成立した、いわゆるワクチン法案ですね。ワクチン法案は、厚労大臣が都道府県を送って市町村に、ワクチン接種を、指示することができるわけですけれども、それによって努力義務化された、そして製薬会社と厚労省の交わした、売買契約文書、そこには分析情報が盛り込まれているわけですからね、何度回数申請しても不開示。で、その法案は、全員が賛成しているんです、皆さん。もちろんかもしれませんけど、共産令和、自民党から共産令和まで賛成してるんですね。だからといっても、あなた方の、免責にはなりません。第一、核法ですし、この法案、こういったね、グローバルヘルス系の、ね、政策がなぜ決まるかといえば、グローバルヘルスと人間の安全保障運営委員会の下から、2つのタスクフォースから上がってくる提案がそのまま自民党の政策になっている。それがそのまま、政府の政策になっている。これ当時、ずっと委員長を務めてきた人が言ってるんですよ。で、その委員のお金はビル・ゲイツから出てると、党員が言ってるんです。その人とは竹見敬三です。今の厚労大臣です。これが偽造出先機関の証明じゃなくて、何の証明でしょうかね。で、皆さん、日本守るとかね、自称保守って言ってますけれどもね、どこが保守なんでしょうか、日本人を大虐待して。そうでしょ？そうでしょ？で、今度、10月1日からね、また定期接種、65歳以上から始まりますけれどもね、その予算だって全員賛成しているんじゃないですか、あなた方。どこが日本を守るんですか。もっと言えばですよ、LGBTQ 理解増進法、この法案を作って、可決させたのもあんた方じゃないですか。どこが保守なんですか。やはり、高藤修一さんとね、藤田怜央さんね、出席されたとか言ってますけれどもね、堂々と出席して何で反対しないんですか。他の議員はもっと悪い。このね、売国を進めてるフロンティアがこの自由民主党なんですよ。で、そもそもなんでこういうことになるかといえばね、米軍基地の駐留を未だに占領下を許してるからですよ、あんたたちが。TMD、先ほどね、藤井さんと話が同じと、副反応検討部会でね、アルファかガンマか、そういうのを、つけて、格付けしてるのは TMDA ですよ。TMDA は何のために作られたかといえば、アメリカが作れていったんですよ。アメリカを援助しているビッグファーマーですね。ロビーストたちに突き動かされて、年次改革要望書によってね、作ったんですよ。じゃ薬事承認早めるためですよ。ビッグファーマーがね、日本は遅いよと。それ作らせた。で、そのね、そいつらが安定してるわけですよ。レフリーとね、選手が一体化してるわけですよ。こういう売国を許しちゃいけません。
私が今日あなた方に言いたいのは、地上のお仕事のロボットを変動して人間になってください。あなた方の覚悟を見てください。でなければ、あなた方を太鼓の太鼓だと我々は呼び続けます。配信してください。見ててください、この地上を。以上です。よろしく。